いやん、次はお前の試合だな。頑張るんだぞ。そうだな、お前は今年から副隊長なんだ。結果を出さないと威厳が保てないぞ。あのね、今大会副隊長6人中4人がもう敗退して、立花副隊長も指揮隊長が相手で1回戦敗退が濃厚。そんな中でプレッシャーがガンガンにかかってる時に追い打ちかけないでもらえるかしらね。別に全く知らない相手ってわけでもないだろう。そうだぞ、なんなら当日に聞けばいいじゃないか。監獄島では当日が戦ったんだからな。いや、そうしたいけど、いないのよ、当日。次の試合は当日だからな、確か来ると言っていたんだが。すみません、少し用事があったので遅れました。当日、もう少し遅れていたらイアンに。イアン、相手は強敵ですがあなたなら戦えるでしょう。覚悟して挑みなさい。あれ、どちら様ですか。申し訳ないのですが、関係者以外立ち入り禁止なんですが。当日ですよ、今さら何言っているんですか、イアン。うそ。当日、無理もないさ。俺でもその姿はかなり懐かしい。イアンはアイドルに興味ないか。ほら、昔世界で大流行したメンズアイドル、ディープダークエンジェルっていうユニット聞いたことないか。え、知ってる。中学生の時に CD 買ってたしテレビも見てた。当日は全盛期のメインボーカルだよ。シグエルっていただろ。シグエン、大シエル。ああ、当時すっごくファンだったのよ。今歌って、というかサインちょうだい。転売するわ。転売するな。いいじゃないか、売れるもんは売っておこうぜ当日。もう芸能界は引退してますし、防衛軍入ってもう8年ですよ。嫌ですよ。お堅いねえ、なら監獄島に帰ったら久しぶりに数曲聴かせてくれよ。その姿を久しぶりに見たら聴きたくなったわ。とりあえずイアンにアドバイスが先です。時間がないんですから話しますよ。というようにメリアさんは能力を一切使いません。ですがオーラ技術や知能の高さは指揮隊長やつくよみ隊長を軽く凌駕するほどのレベル。イアンはビリアンさんと同じ攻撃系の戦闘スタイルです。イアンさんはその中でも近距離と中距離戦が得意ですが、それはメリアさんも同じ。つまり得意分野同士の対決です。そして基礎技術の方は相手に分がある。なら私が遠距離戦で長期戦を狙った場合は相手の思うツボですね。何よりイアンの長所が死ぬ。そして言った通り互いに近中距離戦が得意である以上、どう運んでもそこにたどり着くでしょう。今のままだと打つ手なしってことか。当鉄は策とかある？あります。ですが策というには不格好なものですけどね。それでも大丈夫、聞かせて。ハトさん、ここにいらしたのですね。ちょっと日差しにやられてここまで来ちゃいました。あれ、ハトさんも夏バテですか。ふう、ごちそうさまでした。私は一体何を見せられたんだろう。一体何か説明したくない。マリアちゃんも試合前ギリギリまで発情しないでよ。まったく必要なことだったんですよ。でもこれで試合頑張れそうです。野郎ども、準備はいいか。子猫ちゃんたち、撮影の準備はできたか。残りは3試合、もう外も暗いし、ちゃちゃっと行きましょう。そうしましょう。選手の人はステージに出るし、時短で行きましょう。時短で。そうですね、長々と戦っても仕方ないですし、時短で終わらせましょう。ご主人、行ってきますね。応援お願いします。吐く、見える読んで。ねえ、パト君も油断しすぎ。一体何があったんだろう。まず最初に現れたのは我らが新米副隊長、イアン選手。細い体からは信じられないほどの怪力の持ち主で、体験を元気にブンブン振り回すヤンチャッコです。最初から全力だ。様子見は間違いなく白だ。さあ、この試合も自信か何かで親父を披露してくれるのか、楽しみです。というか全副隊長、私の能力を変な名前で呼ばないで。続いて現れたのはメリア選手。なんと今回初出場し、全員1回戦を超えたタト選手、ハク選手、カナ選手、ソフィア選手、セッカ選手の主将になります。そして驚くのはまだメリア選手は17歳。この若さで自信も実力者であり、全員を今大会で成績を収めさせるという、防衛軍に欲しい人材です。残念ですがケインさん、私はすでにご主人のものです。身を委ねる主がいる以上、その誘いは受け取れませんね。あのソフィアに教育できたのか。ただものじゃないな。そうですね、ですが納得ですね。彼女はソフィアを除いて他の4人とはどこか違う。確か監獄島で指揮隊長、あのメリア選手に対して敬語を使っていたな。まさかな。そういえばイアンにどんなアドバイスをしたんだ。手を抜くな、それしか言ってない。だがイアンにはそれが一番わかりやすい。それは最高のアドバイスってもんだ。イアンは俺と同じ戦闘スタイル、ごちゃごちゃ考えるより武器振り回してる方が強い。いや、一緒じゃないだろ。それでは1回戦第14試合、イアン選手対メリア選手の試合を始めます。レディーファイト。さて、こっちの情報があるように私の情報もある程度知られてる。ならちょっとその中途半端な身内を利用しましょうかね。
序盤から本気で来るわよね。いや、遊んであげる。おいで、我が愛のお姫様。お姫様、見下すのもいい加減にしなさいよ。そう、なら自力でどうにかしなよ。ほら、温室育ちのお姫様、私は逃げも隠れもしないわよ。ほら、来なよ。わかりやすい挑発だわ。メディアは礼儀をわきまえる子、おそらく怒らせるのが目的。でも乗ってやるわよ。受け流しがうまい。だけど、電撃ならどうかしらね。楽しみね、でもいいの。あなたの愛刀、ここにあるけど、さすがにあなたの持っているものじゃ武器というにはお粗末ね。武器破壊。全く違和感がなかった。それになんで綺麗な断面。いいわ、やってやろうじゃない。私、体術も得意なのよ。どうしたの、当たってないけど。頑張って、いい調子。ほらほら、私の唾液も上がってないわよ。なんで当たらない、相手は全然動いてないのに。そう。どれくらいの風程度で、災いと呼ぶのなら温室育ちにも程があるわ。封殺すごく、かまいたち。冷静になれ、慌てるな。余裕を見せることで私を動揺させようとしてる、あからさまじゃない。え、覚えておくといいわ。ある程度の自然影響はオーラでどうにでも防ぐことが可能なんですよ。ちなみに私のオーラ壁は惑星爆発並みの暴風でも吹かせないとちょっと頼りないわね。はぁ、よし、さてあとはどんなネタを披露してくれるのかな。この子、まさか本当に余裕なの。すごいですね、メリアさん、余裕そうです。そう見せてるんだよ、内心ヒヤヒヤしてるんじゃないかな。そうだね、あの武器破壊も思いのほかうまくいったって感じそうだし。そうなんですね、私には全然わかりませんでした。それなりの付き合いだからね。でもその効果出てきてるでしょ。どういうことですか。相手は恐怖でどんどん技を出してる。試合開始時の警戒心がアダとなってる。まあ、例えば子とかが不審者に襲われたとするよ。まず不審者がいれば警戒する。そして警戒すれば少しの動作でも反応してしまう。そうですね、目とか意識が離せなくなりますね。じゃあその状態で子とかに向かって走ってきたら、怖くて逃げます。それか手持ちのものを投げて。そう、あらゆる手段を使おうとする。そこに手段を選択するっていう余裕が消えるんだ。あ、つまりメリアさんがやっているのはそういうことなんですか。うん、メリアさんは心理戦に長けてるから。それにもう相手はハマってきてる。半端な情報を相手が持ってるから余裕な態度を取れば情報異常だと錯覚する。自然体制異常。恐怖がわかりやすくてもその情報差に警戒している以上、恐怖にのらざるを得なくなり、そして力量差大技だけ見せられる。自爆とかい。何遊んでるの、さっきから全然わかってないじゃない。今の技は、相手は次々攻撃へ出して有効な手段を模索する。そういう反応が生じてしまうんだよ。結果、相手は速攻で自身の技のストップを抜き、メリアさんはただ手札だけで、形勢が確定する。それが心理戦、たとえ実力者相手でも心理戦が強ければ常に戦況は有利になる。はい、捕まえた。成功しないと。でも、何がつくの、私の攻撃に対して汗一つ、表情一つ変えない相手に。知ってるわよ、災いの女帝、あなたの二つ目なんだってね。笑わせる、女帝、真の女帝の恐ろしさ、体の芯まで教えてあげる。降参します。うん、偉い。相手の実力を認めて傷を受ける前に自ら去る。あなたはきっともっと強くなるわ。でもあなたのメンツまで壊す気はないの。だから危険はダメ、おとなしく私にやられなさい。大丈夫、すぐ楽にしてあげる。女帝もそれくらいの慈悲はあるわ。あ、まさかの受け自宅。時短とは言ったけどマジでやっちゃう。嘘でしょ、イアンは副隊長随一の武闘派、それがこうもあったり。結局、イアン選手の怒涛の攻撃を全て受け流し、最後は背後を取り、首元に一撃、そしてそのままダウン。ここまでスマートな戦闘をする選手は初めて見ました。私のこの結末は意外すぎて少々戸惑っています。1回戦第14試合勝者、メリア選手。数ある暴言と誹謗、後でカシオリと一緒に謝罪しますね。それでは。情報通りでよかったですね。一つでも想定外があればこの作戦が成立しませんでしたよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。
しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。